こんにちは、萌です。今回はですね、ちょっといつもと違う画角ですが、出張に来ております。でですね、壁画の出張に来ているんですけど、ちょっとこのホテルがですね、めっちゃ綺麗なホテルなんですけど、テーブルと椅子がないのでですね、今ベッドのこのなんか冊子みたいなところにかけてやってるので、ちょっとなんかズボンかかってたり生活感ありますが、許してください。でですね、今回出張ということで、私が出張の時に何をしているのかっていうのは前にもお話はしたんですけど、ちょっとその今回どういう風に過ごしているのかというのとですね、あとは出張の時に、なんかこう持ってくるものは言ったことはあるんですけど、家から離れる時ってなんか足りないものとか、こう準備するときって怖いじゃないですか、きっとね。初めての方とかは不安になると思うんですよ。なのでそういうのとか、あと日数とかどうやって決めてるのかとか、そういうお話をねしたいと思います。なのでなんか今後ちょっと県外とかで絵を描いてみたいなとか、ちょっと旅先でとか、離れたところに絵を描きに行くんだけど不安だなっていう方、もしいたら、参考になればいいなと思います。はい。でですね、今回は3泊4日です。はい、4日間で描き上げるということで、着いた日から、絵を描いて泊まって、絵を描いて泊まって、絵を描いて泊まって、3回泊まって4日目で書き上げて帰るっていうスケジュールなんですけど、今回ね、その納期、今回だけじゃなくても壁画ってやっぱりそのクライアント様の納期があるわけですよ。なので、その納期に合わせて、この日までに書き上げてください、この日からこの日の間しか書けませんっていう時の方が多いので、それに合わせて私は書くんですけど、それが決まっていれば、その間で書かないといけないので、自分がどうこうするっていうのはないんですけど、もし、例えば2週間あるので、その間で書けたらその間で書いてくださいって言われる場合、自分で何日間かとかね決められるじゃないですか。でそういう時どうしてるのかというと、他のスケジュールにも合わせてはいくんですけど、例えば今回はね決まってたんですよ、この期間でっていう感じで。でなんですけど、もし余裕がある場合は、一応多めには見とくんですけど、多めに見すぎると、それこそ例えば、自分でね宿泊代とかそういうのを払っている場合には、自分の負担なのでそこはいいかもしれないんですけど、お客様がもしその宿泊代とかそういうものを追加で払ってくださる場合、その全部のプロジェクトにその料金が含まれてなくて追加で払っていただく場合っていうのは、なるべくお客様のためにもギュッとした方がいいじゃないですか。1日でもね、その宿泊代もお金なので、短くしてあげたいじゃないですか。って考えた時に、私の場合は今まで多分この何年間だ、5年間ぐらいで100件ぐらい、100個ぐらいは壁画を描いてきたんですよ。小さいのも大きいのも全部含めてなんですけど、描いてきたと思うんですけど、今までの経験から考えて、これだったら何日で終わるかなっていうのを考えて計算するんですけど、今まであんまり描いたことない人は不安になると思います。でそういう時はもうそういう人だとしても、今までキャンバスでだとしても書いたことはある人だと思うんですよ。なので、練習するのもいいかもしれないですけど、大きな絵ってなかなかね家で練習するのって難しいじゃないですか。なんで想像するしかないんですよね、何日で書けるかっていうのも、時間の計算もなんですけど、私の場合はなんとなく1日でこれぐらい進んでって考えると、4日ぐらいかなみたいな感じで考えるんですけど、そうじゃない人は、例えばじゃあ1日目、多く見積もって多く考えて、長くかかると考えて下書きまではいけそうだなとか、
1日下書きにかかるなって思ったらもう1日下書きで、それより早く終わる分には、実際に早く終わる分には全然いいのでね、とりあえず1日じゃあ下書きで、2日目、じゃあこの部分のこの色は終わらせる予定でいこうってなると、2日目丸々かかっちゃうな。でその次の日、この色、このここの残りのところ、これ濡れそうだな1日でとかね、ブロックに分けて考えるとかするんですよ。でそれがあまりにも大きいと結構ね計算しにくいかもしれないんですけど、自分が塗れるかどうか、しかも塗るって考えても、ただただ普通に一発でパッて塗れるって思わないで、あの基本的には2度塗り3度塗りってしなきゃいけないと思うので、それも考えて、これでもここを乾かしてる間にここ塗れるからって思っても、それを何回か繰り返さないといけないって考えると、これ1日では難しいかもってなることもあるんですよ。なのでその辺も自分でですね、あのこの筆、この大きさの筆を使って、ここをザッと書いてとか、これだったら2時間で終わるかもしれないなってことは、まあ一応様子見で3時間取っておこうとか、本当にあのちょっとずつちょっとずつ、あのまあちょっと伸ばして取っておく、それ以上かかる場合もあるし、それ以下で終わる場合もあるので、まあ、そこ調整して1日で終わらせる。しかもあとはその現場が1日中かけるのか、これは体力勝負にもなるんですけど、例えば朝から夜まで、例えばなんだろうな、普通の出勤時間みたいな、あの例えばなんだろう、9時から6時までしかできませんっていう営業時間だけしかできない場合とか、あとはもう朝からもう夜中までかけますみたいな、鍵はもう預けるのでいつでもかけますっていう場合とまた違うじゃないですか。なので時間が限られている時はちょっと1日多めに見るとか、限られてない場合だったら自分の想像してた時間でやってって、ただ、まあ、最初の余裕のある時は、まあ、できるだけ長めに、私の場合はちょっと後で余裕が欲しいので長めにやるとかね、例えばもうあの1日のノルマっていうか、こう今日ここまでできればいいかなと思ってたところまではできたとしても、それが例えば夕方、6時に終わったとしたら、まあ、あともう1、2時間やってから帰ろうかなとか、そしたらちょっと次の日っていうか最終日ちょっと楽になるなとか、ちょっと余裕が出て確認の時間も多く取れるなとか思うので、そうやって時間調節をしたりとかします。であとは、日数決めるときはそんな感じなんですけど、で持っていくものもですね不安になるとは思うんですよ、足りるかなとかね。なのでもちろん多めに持っていきます。あのこの色使うかなみたいな色の場合はですね、私は基本的にはあのその何色を使うにしても基本の色5色ぐらいがあればなんとかなるので、例えばなんだろうな、オレンジ多分ここ使う可能性少ないけどどうしようって迷ってても、黄色と赤あればその黄色と赤が混ぜて綺麗なオレンジになる色であればいらないんですよ、オレンジはね。だからオレンジ持っていかないとか、あの茶色もいるかなどうかなって思った時に、黄色と赤は使うから持っていく、白と黒も持っていくって考えると、混ぜれば茶色できるなとかって考えるといらないなとかいう判断ができるんですけど、特殊な色とかは別なんですけど、ね、金とか銀とかそういうのは別なんですが、その色じゃなくて量ですね、量が足りるか足りないか問題、これがですね私の場合は、まあ、なんとなく足りるなと思って、まあ、足りなかったことはないんですけど今まで、多く持ってきすぎたことは何回もあります。もうこんなに持ってこなくてよかったなみたいなことは何回も今まであるんですけど、まあ、それはねそれでいいんですよ、自分が持っていくのが大変なだけで、現場ではね余裕があるから全然平気なんですけど、足りないのが一番困るので、もし持ってる分がもう家にある分が足りないだったらもうしょうがないじゃないですか、持って全部持ってってのに足りないってなったらね、とか
これしか持っていけないんだけど、自分で自力で持っていかないといけないってなった時に、持っていかないといけないけど、これ以上はさすがに持てない、持っていけないってもしなった場合、でも足りるかもしれないぐらいの場合は、近くにホームセンターとかそういうペンキが売っているところ、絵の具が売っているところを探しておくっていうのが一番です。私は事前にいつも毎回チェックしてます。それが足りるか足りないかとかじゃない時もチェックしてます。そういうのも何があるかわからないので、もしかしてその絵の具が持っていった瞬間にバーってこぼれちゃうかもしれない、使い物にならないかもしれないしとかね、もし何かがあった時に緊急対応できるようにとか、完璧に揃えたと思ってても、あ、これが必要だったみたいになった時に困らないように、何か揃えられるホームセンター、私の場合ホームセンターが一番なんですけど、ホームセンターなければ、都会だとねないんですよあんまりホームセンター、だからなければドンキ、メガドンキの方ね、何でも売ってる系の方、ドンキは結構使える。私も何回か旅先で、急遽本当は必要なかったのに急遽ちょっと壁削らないといけなくてヤスリが必要になったとかね、そういうこととかがあったりするので、そういう時にドンキね使えるので、ドンキとか、あとは何かな、まあ、画材屋さんがあればねいいんですけど、画材屋さんはペンキ売ってなかったりするので、あとなんか東急ハンズとかね、そういう系、ペンキ売ってる系、DIY 売ってる系みたいなところがあると安心かなって思います。なのでそれがあればとりあえず足りなくてもなんとかなるので、まあこれで大丈夫かなっていうぐらいで持っていけばいいかなと思います。あとは、まあ、自力で手持ちで持っていけない場合はもう送っちゃった方がいいと思います。帰りも送り返す。で送るときは、まあ、家から送るので楽なんですけど、帰り、あれ大和この辺ないなって思うかもしれないんですけど、コンビニからね送れるので、みんな知ってるかな、知ってるよね、私はね日本帰ってきたとき知りませんでした。全然この辺大和とか宅急便系ないじゃんと思って、送れないじゃんって思ってたら、クライアントさんにコンビニからどこでも送れるよって教えてもらって、あ、そうなったと思ってね、びっくりしました。なんでまあ詰めるのは詰めないといけないですけど、送れるので、まあ、貴重品以外ね、ペンキだけとかね、そういうのを送るといいかなと思います。っていう感じですかね。こんな感じで、いつもね準備してやっております。なので結構準備不安になると思うんですよ、初めての時とかね、あんまり経験ないと。なんですが、しっかりと準備、この日数も計算して、使う道具も、計算して、さらに、道具なくなった時の場合もちょっと緊急事態の時のホームセンターとかそういうのも探しておくと一安心かなと思います。はい、そんな感じですかね。今日はねもうね夜遅いんですよ。遅いっていうかもう仕事をして帰ってきて、もう寝るだけなので、疲れたので寝ようかなと思います。で今回なんだ、いつもはまあ荷物とかの大きさとか重さとかにもよって、キャンバス持ってきたりとか色鉛筆持ってきたりとかして書いたりもするんですけど、今回は、まあ、3日っていうこととちょっと限られてる時間、4日間の中で書かないといけないにしてはちょっと大きめの壁画だったので、夜までかかるなっていうことを考えて、パソコンで作業できるお仕事を持ってきたっていう感じですね。なので夜はパソコン作業して寝るっていう感じにして過ごしております。はい、ということで今回は出張先で何をしているのかと、出張先に持っていく準備をするとき、日数の準備、そういうのについて、お話をしました。これから旅先でとか、ちょっと県外で書いてみたいなって思う方の役に立てればいいなと思います。はい、何かね質問があればいつでもコメント欄に残してもらえたら嬉しいです。ということでまた次の動画で、バイバーイ。